おりちゃんレインボースターありがとう。みゃんこ先生たい焼きありがとう。みなさんこんばんは、うん、こんにちはか、まだこんにちはだよね。やっほーみんな、そう配信始める前、あごめん、直前じゃないよ、1時間前にすごい眠くてたまらんかったから、よしいうことして寝ようと思って仮眠して、ちゃんと起きれた、安心。え、かき氷作り配信したい。オリップが綺麗、嬉しい。さっき塗ったハートありがとう、100個もありがとう。ドラッグストアの駐車場、おっ、ス、イチ、氷。でもか、私かき氷のシロップ持ってないんですよね。3位との差がえげつない。モーカは3位ね。和風の醤油味醤油かける、かき醤油あるよ私。あーコーラいいね。あ、ここをこうやって消していくってこと、もしかして。ちょっと今手元に和紙マスキングテープ、お祝いのマスキングテープ、これでやってみよう。かき醤油で、あ、シロップのことか。オロナミンしかき氷のか。何にもない。ヤクルト1000も全部飲んだし、本当にかき醤油ぐらいしかない。わあ、800タイム、800回訪問ありがとうございます。こうしとこう。わっわっわっ、10連砲塔さん、すごい。ペンギンがサーフィンした。すごいすごい。え、私タワーのお礼をただ集めているだけの人間になってるけど、どんな感じにしていこう。お礼ってやっぱりいける、どんな感じがしましょう。名前を書いてありがとうございますって。3週失敗サーフィン。やばい、3週の懺悔が、3週の懺悔でかい。ヤッシーさんありがとう。真珠ちゃん、真珠ちゃん描きたい。え、わさびとメロンのかき氷、ウニキンとき。あ、シロップの代わりに砂糖水でも美味しい、絶対美味しい。いいね、お砂糖溶かすんだ。3週の失敗の、いやほんと罪が重すぎる。でもそんなに責任感を持ってやってくれるのすごい嬉しい、ありがとう。ペンギンサーフィン、ワイだったら3週失敗したら黙ってるって。ほんともう私も失敗しちゃったって、うん、私も黙ってそう。あ、十字架さすがすぎる。皆さんぜひコメントとかでも嬉しいのでね、50カウントや星投げ10個でもいいのでお願いします。寝ぼけたの、通知ポチッと変な時間してほしい。あらららら、配送したいぐらい。え、本当に私あの後種、もうだってキャベツ4分の1一玉分できたから、だから私あのあとライスペーパー6枚分ぐらいは
餃子作った。多分6枚分。一日へこむ？大丈夫。大丈夫。頑張り見てる。アバターもらえると思うよ。まだもらえると思うのでぜひもらってください。サンソンさん真珠貝ありがとう。ハートもありがとう。おおすごい。たくさんありがとう。10連投もありがたいです。どれだけ作ったんやって思った？あれね、あれ平均。だこう。4枚できるわけ、餃子の皮が。こう食べましたね。もうでもまだなんかお腹いっぱい空いてる。マリオレインボースターたくさんありがとう。ケンタッキーさんペンライトありがとう。嬉しい。ボヤッキーさん真珠貝ありがとう。今回はなんかあんまりなんでしょう、あの刻まないタイプというかスケジュールだったので、みんな何してるのかなってずっと思ってた。この配信は17時半まであと22分だ。え、じゃあちょっと待って。キーさん腕間違えた腕頭が完全にちょっと腕じゃない真珠貝ありがとう。いやボヤッキーさん腕くれたらあかん腕はやばい腕やばいねありがとう怖い怖い。わっすごい。わあバリーさんすごい。スクショすごーい。ありがとう。トロピカルジュース飲みたい。え飲みたい。私さかき氷作り配信したい。次の枠シロップ買ってきたい。ちょっとやばい言い間違い。足くる足くる。わあうわあの女王って。いやでも頑張ってやっぱりみんなが頑張ってくれてる分私も時間管理とかできるところしたい。え明日もねお役目私ないので、皆さんオフ一日中オフなのでちょっと大丈夫なんて。そっちの方が寂しい。えギター弾いて嘘負けられない。一撃離脱戦法本当にそうだって。すごい。時間表決めたら教えてね。どうだろう明日も朝8時からなのか、朝8時から8時、8、9、10、11時、3週ができるのって8、毎回3週でもそれだったらさ、うん、うん、でも今回の今日のスケジュールが多分一番 お役目してるみんなとか初心者さんとかにも分かりやすいよね、きっと。もう今日のタイムスケジュール私も好きだけど、でもなんかもっとみんなとお話ししたいんよね。
3時間ってさ、めっちゃ短いね。そう考えるとスタート時間を3時間あげる。あ、かわいい。何この。私さ、リコチとお利口さんの6日間っていうさ、ハッシュタグでもちゃんとみんなのツイート見てて、そう、かわいいこれ。あー、かわいい画像作ってくれたんだね。これかわいい。これ私もさ保存するね。すごい画像作るの上手よ。私はもうセンスがないから嫌え。どのアプリで作ってるの。私はもうセンスがないから諦めた。そう、ソニーさん、ココナッツジュースありがとう。あと3分で拾いに行く。いってらっしゃい。え、ウーバーで氷の宅配あるの。すごいね。ウーバーイーツかき氷もしてるの。もうお持ち帰り氷があるもんね。うわ、多分だけど今回の一枠で20万ポイント稼げましたね。さっきまで差が120万とかだったけど140万になっ広がりました。橋本ちゃん、たい焼きありがとうございます。たい焼き食べたい。ライスペーパーでたい焼き作れないかな。タイムテーブルどこに載せてくれた。ええ、食べたい。あのライスペーパーたい焼きできんかな。ありこちメール、ぴょぴょちゃんから LINE が来てちょっと泣きそうだ。優しい。見えないよ。どうして。見えない。やすくんレインボースターありがとう。ありがとう10連投やすくん、ありがとうね。10周してラインカメラか。え、やっぱさ原点にして頂点じゃないラインカメラって。ラインカメラさいいよね。そっか。え、ルームのいってらっしゃい。2周ホワピおつっこりー、ありがとう。ぜひ皆さん50カウントもしてみてね。すごい。ライスペーパーたい焼きで検索したら閲覧注意だった。美味しそうだけど。え、閲覧注意って何。見てみるよ。怖いってこと。あ、ピックスアートか。有料アプリ、有料の価値だ。バイト2.9 周でもすごい、すごいよ。わっ、おたあめさん結婚して。結婚、結婚、結婚したいの私と。その気持ちは10年後も一緒ですか。ピックスアート私さよく分かんなくてやめちゃったの。使ってたけど。ライスペーパーたい焼き、これはこれは閲覧注意っていうわ。かりもちあんこ菓子、もうあんこ色あんこ色だね面白い。イベントのタグなら見える。なんでだろう、なんでだろう。反映されないってことかな私のスマホには。リコチメールってやってもっていくよ。ごめんね、ちょっとのりみおさんのことさらしてるみたいになっちゃう。ほら、どうしたらいいんだろう。おや、フォー
グ。あ、来た。すごい。すっごいんやけど。すごいんやけど。なるほどね。すごい。5時半に3周ができると15分配信して8時半に3周ができるとで25分して11時半に3周。おっ、これ全部3周なんだね。15分で3周できるかね。すごい、ありがとう。うっぽさーん、ミラボーすごい。うっぽさん、ミラボーありがとね。光り輝いてる。やばい、結婚して10連パワーターメンのお小遣いの3ヶ月分です。ありがとね。おやつは300円までタイプだ。ありがとね。ガチなやつだった。ミラボー嬉しい、ありがとうね。10連も嬉しいです。これどう？5時半14時の枠上級者、寝たい人の8時半12時ほんほん。うわっ、3週50リコチ、おわピッピー。たさすが、15分でで切る。面白い。すごいよ、でもこれすごい分かりやすいよ。じゃあ今の大抵ちょっと書くわけ、時間入って朝5時半と昼14時40分に枠作った。今日みたいに大変、そんなにプレッシャーにならん。ポイント数対1どうでした？今回180万ぐらい差があって、最終的に何ポイントまで差が縮められるか。でも120万ポイントまで差を縮められてたから、だからかかん100万差あるとしたなら、2位と差の3位の差が200万、3位から4位、4位から54ポイント。すごいよ、さやかて工藤すごいよ。え、8月18日か19のリコチメールが来た。すごい。え、会議頑張って。そうだよね、みんなお役目。会議ってかっこいい。これでいきます。私はやるよ。もうねむねむみたいな感じで。もえ、でも毎回3周できるのなら。でもそうなんよね、なんか独り言。確かに増えた枠をいける人だけ行くのなら負担は変わらない。特に1枠目はライト層にはハードル高めですが、今の大抵は早朝の星が使えずもったいないのでいいかもです。多分私のもうチコがチコい、お利口さん、もうお利口さん超えてチコがチコいみたいな。お利口さん、お利口さん超えてチコがチコいみたいな方がもう4時37分に捨て星してくれるはず。どうやろう。
ついてきてくれるかな。明日皆さん、私が朝5時半から朝配信もし始めていかがですか。そうだよね、100万はビザよね。最終枠のみで逆転可能だから、今回はギフトをセーブ。これからのあれは、この作戦はギフトをセーブしつつ、星やカウントでどうにか稼げるだけできるよ。無理じゃない、気合でできる。100切るとメンタルくるよね。わかる、なんかちょっと差が縮むとちょっと焦りがくるよね。だからみんなには、さすがだよ。え、いや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 、難しいけどこれいいですね。私はこの、早朝だと配信がゲームとバーチャルしかない。え、それ星ですか。うん、レインボーペンライト強そう。うん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 、1234567。でも資産21、もし全てコンプリートしたら21周できる。おお、2925分になっちゃった。星集めの時眠い中ゲーム配信はつらい。ありがとう。そっか、なんだなんだってなるよね。可愛い女の子全面に映してよってなる。ありがとう。合宿だからいいかな。メールが今来たんだ。システム治った、どう。じいちゃんにお小遣いもらって、ありがとう、優しいじいちゃん。そうね、合宿といえば早起きだから。二次元の可愛い子だ。それはご褒美や。パシェーって、星集めのためにさ、5時から配信してくれん。めっちゃ面白い。なんか朝してくれてたの、もうパシェ起こしてって思って起こしてほしい。お、いいこと、私もね分かるようになってきて。じゃあ明日は朝5時半からしましょう。頑張りましょうみんなで。でもいいね、今ポイントすごい縮まってたけど差がちょっと広がったのでちょっと安心してきました。けど焦りは禁物なので、これからも星とカウントで頑張ってやっていきましょう。だって今も見てるよ、今も星投げてくれてる人がここにいるからね。すごくない。そう、ありがとうね。はしもちゃんファイトありがとう。5時起きだったからいける、ありがとう。うわー、差は150万。今回の配信で30万ポイントぐらい稼げたと思います、みんなのおかげ。じゃあ会議行ってらっしゃい。そうだね、私も男女の方お読みいたしますね。なるほど、この枠で30万ポイントでもね、すごいおわびタワーとかです。で39位から、まえもんさん、 CDH さん、としさん、ひなととらさん、レトリコチさん、やまとさん、なっちゃんこんこん、貝柱さん、まーしー、孫悟空さん、エムライクさん、オイルサーディンさん、野口さん、 D さん、ジュナロゴさん、ナオトさん、りょうさん、ホワイトはチコガチ、星もギフトも10連打さん、オーアイニーさん、ゴリラさん、リンさん、ルンさん、ブンちゃん、二の丸さん、リンさん、リンさんに2人もいる。ギフター10連元首のコガペンさん、マシャさん、ボヤッキーさん、オットットさん、ソニーさん、ワタアメさん、人生方向音痴さん、そして本日の秋元先生枠はオリちゃん先生です。ありがとうございます。ヤスくん、マリさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はウポさんでした。ウポさんありがとうね、タワーもありがとう。
第2位は10連放送さんでした。10連放送さんもありがとう、タワーもありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんもタワーもありがとうございました。ありがとうございます。きっとですがかなりの方が3週成功してると思う。ほら39位とかこれきっとだけどすごい40-50位ぐらいの方はやってくれてるんじゃないかな。3週いえどうどうですか、成功した3週。もっとまた配信見れんぞ。嘘、あと1分だ。なになに、フォーユーさんハートありがとう、パタヤンさんもハートありがとう、3位との3は370万ポイント、ジェットブラックさんハートありがとう。この枠ででもちょっと安心できた。あ、やっと3週終わった、ありがとう。じゃあまた次の枠は20時からなので、19時15分に捨て星をしてください。なので18時15分までにね星を満タンにしておいていただく。みんなの夜ご飯、私星集め忙しいよね、ありがとう。あ、2週半くらい、さすが。でもそれでもその順位だったらもうたくさんの方がやってくれたんだと思う。渡辺さんハートありがとうね。じゃあ皆さん5秒ありがとう。3枠目ありがとうございました。